ってことだ。村とは思えないムーブのやつは。じゃあ、やります。白の人をかばったからといって、その人が村になるとは限らない。色が見えないんだからってことだ、ね。役職をお選びください。うん。選択しない場合、だいたいさ、余っている役職がランダムで振り分けられます。なぜこれができたかって言えば、あなたの役職は考えれば、村人。長じゃないとすれば、プレイスキルが低いやつらってことになるわな。人狼に気をつけてください。プレイスキルが低いで、メンタルもやばかったら何が残ってんだろうって。平和村にして、これで俺たちは勝って楽しんでるってやつらマジで何なんだろうと思うわ。平和村にかかって口笛吹いて、生きってるやつってマジで何なんだろうね。この時間帯、もうどうでもよかったから早く終わればいいと思ったから。うん。どうでもいいわっていう。夜が明けました。熱い試合がしたいんだよ。占い精査がないと意味がないんだよ、このゲーム。発言ターンに入ります。1番。だから平和村を作るためのストラって全くもって意味ないから。はい、うん。おはようございます。村人陣営です。占い精査がないんだよ。トップバッター、ちょっと苦手なんですけど、公開時の方していきたいと思います。うん、そうですね、狼を見つけるゲームなんですが、2使用場面になったら、グレーセーサーをして、しっかりと、ツリーチ上げれるようにしていくものなのかなと思っておりますので、1周目の発言をしっかり聞いて、2周目、考察していければなといつも思っております。そうですね。まあ、一応 LINE も見ますけども、初日に関して、2使用とかにならなければ、怪しい LINE を確認するぐらいで、記憶に届けめておくのがいつも自分のやり方です。そうですね。まあ、しっかりと皆さんの意見を聞いて、思考がロックしないようにしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。2番のプレイヤーが発言します。はい、ナンバー2です。一番さんの印象とても良かった。うん、僕も思考録は大嫌い。大嫌いというよりはしないでほしいね。村の方は。まあ、仕切り直して頑張りましょう。僕、フィーリング精査するんですよ。一番さん率直に思ったことを言います。今村もやってほしい。はい。もう、萎えるわ、この時間帯。うん。うん。まあ、2週目で変わるかもしれないですけどね。叩けるところは叩いてほしいかな。で、それと、プラス、白いところも言ってってほしい、どんどん。例えば、僕が1番さんを叩いたとする。で、次の3番さんが僕を叩いたとする。そうすると、LINE とかって見えてくるから、しっかり白要素、黒要素、まあ、もちろん理由付けで。はい。村活性化していけば多分人外ってボロで。3番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営です。お願いします。そうですね、1番さんと2番さん、まあ 1,2 どっちもなんだろう、別に人外でも言えるし村でも言えるかなっていうふうに思っているから、別に印象いい悪いは正直ないです。なんだろう、一番さんに関しては、まあ、グレー精査していくとかあったんだけど、例えば自分がどういう精査を落とすのかっていうのをもうちょっと、なんだろう、二番さんみたいに言ってもらいたかったかな。なんか二番さんはフィーリング精査とかっていう風に言ってたし、叩けるところは叩いてとかってあるから、一よりは二の方が持論を言ってたっていう感じかな。1に関してだからといって別に2が白いとかではない。私的には白いと印象いいは違うと思っているから、そこに関してなんか突っ込んでこないでもらいたいと思っている。4番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人陣営でした。まあ、1番さんはまあ2周目だと思っていて全然色落ちなくて、僕2番さんのそのちゃんと何色をつけてこうとか、あと白黒ちゃんと理由をつけてっていう、この理由をつけてって部分が、なんかとても印象が良かったですね。なんかよく全然理由ないのにここが黒だとか、ここが白だとか、僕もそれ嫌いなので、てかそういう人黒く見ちゃうので、っていう点で、僕今の段階では2番さんっていうのはめちゃめちゃ印象いいですね。はい。で、3番さんなんですけど、ちょっと失礼かもしれないんですけど、なんか、マイクが近すぎてふご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 の鼻息が、ごめんね、関係なくてごめんだけど、ちょっとそれがすごすぎて、
何も入ってこなかった。全然色落ちなしってなっちゃった。ごめんけど。はい。まあ、僕の進行の後、安定進行が好きって感じかな。はい。じゃあ、5番さんどうぞ。5番のプレイヤーが発言します。次は女の子に。そういう時は近すぎて、ちょっと、他と音が入っちゃってたよって、やんまり言うんよ。雑音がねって。話してねって。はい。ね。2が1を村って言ったよね。村とまで言ったよね。わけわからん。もうそこだけもう本当に。あとはもうみんな言えること。でも、2のそれはちょっと特色ありすぎた。2の1を完全に村と言って言い切ってしまう。それは、なんだ？強か？強人なのか？ご主人様は私ですよアピールなのか？とまでは言わんけど、そういうふうにつなげられかねないぞというのをご指摘受け取ってください。そんぐらいかな。動かないね。広範囲に役が固まると僕ら辛いよな。6番のプレイヤーが発言します。SG1 のね、狼は残し、SG の、SG の村人は残してね、ハグロ釣りたいですね。SG の狼は釣って、白い村人は残したいですね。みんなそれぞれ SG とか白っていう風になると思うんだけど、それぞれの村、陣営だったら残して、G の陣営、狼だったら釣ればいいと思いますね。とりあえずね、2周目聞いた方がいいと思うわ、これ。結局後半の人が伸びてるように見えても、まあ、そんなにね、全然色が落ちてないっちゃ色が落ちてないんですよ。5人とも。あれが白だ、誰が黒だっていうわけじゃない感じなんで、これ。場面で揃ったら2周目になってから結論出します。7番のプレイヤーが発言します。聞こえませんか？この村ツボでしかないんですけど、チャット考察以外のチャットはありとします。でも、必ずちゃんとやってください。ちょっと内容が入ってこない。ねえ、発言ねえべやん。待って、どうしよう。まあ、ほんってやって。4番さんのふむふむから始まって、ネタかって始まって、6番の謎の空時間が面白すぎて無理です。次の週で8番のプレイヤーが発言します。おはようございます。8番さてそうですね、占い師ですね。ランダム5番さん白、5番さん白です。把握の方お願いしますね。1番から始まってるんですよね。9番さんで出なければ私新格でよろしくお願いしますね。そうですね、まあ引っかかった1って言ったらね、4番さんあたりからちょっと、もうちょっと入ってこないですけどね、話がね。気になったのはやっぱ2番さんになっちゃうんですかね。なんだろう、村です。でもその後フォローするようにね、やるかもしれませんよってことを言ってたんですけどね。その村ですって言うと、まあその叩けるとこは叩いてほしいって言われたからね。でもそこ2番さんそこ、全くそこしか叩く要素がなくてですね。あと3番さんが1より 2が持論1だっていう精査もちょっと謎かなと思ってますかね。今気になるうちは2番さんになっちゃいますかね。まあ、1番さんの進行論は、まあ、良くも悪くも良かったんじゃないですか。9番のプレイヤーが発言します。平和村です。平和村。で、自分霊能です。霊能。で、そうっすね。2番さんのフィーリング精査はいいと思いますよ。俺も1番さんのフィーリング的には村かなっていうふうに思ったんで、いいと思いましたね。で、5番さんは2番さんのフィーリング精査を、1番さんは白いっていうふうに言ってたけど、2番さんっていうのは1番さんは、まあ2周目の発言でどう変わるかだと思ってるんで、別に2番さんは怪しくはないと思ってます、自分は。
で、6番さんが一番色が落ちてないし、7番さんも発言はしてないと思ってるのと一緒だと思います。なんで、まあ、釣り位置6、7になるかなって思ってますね。はい。まあ、カリウドも普通に出ちゃっていいんじゃないですか。ってな感じですかね。7番さんは多分、東北の方に住んでるでしょ。ベアって言ったもんね。1番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。一緒に聞かせていただいて、特にあの、クロノにする場面を持ってる人がいなかった感じですね。まあ、本当に7番さんの意見、全く僕も聞けてなかったんで、しっかりと聞いて、あの本当は、ね、この時点でどこかラインがあるとかいろいろ見たかったんですけども、って感じですね。まあ、6番さんも前半がちょっと分かんなかったので、使用してるかしてないかもちょっと聞こえなかったので、してないですよね、この状況ですとね。なので、しっかりと意見の方を次聞いていきたいと思います。ちょっと僕の位置から、こことここのラインがあってとかの、精査がとても難しいので、次9番さんまで、7番さんまで行った時に、しっかりとあの僕が人外だと思うところに投票していきたいと思います。はい。2番のプレイヤーが発言します。確率論で言えば、平和村だと、俺目線は13に狼がいるかな。ただ、普通に発言精査をするのであれば、俺は6、7どっちかでいいと思ってる。なんで平安村なんだろう。いや、僕はね、あの、8番さんが出る前はね、5番さんがね、潜伏を追ってなかったからね、後半に出てきたら、5番さんって相方なのかなって思ってしまったんだよね。でも平安村だったから、なんでだろう。なんで、勝つ自信があるのかな。あちょっとね、一番さんがね、釣り位置を上げないのもね、ちょっと怪しくなっちゃったな、今ので。まだね、俺も釣り位置はね、上げられないけどね、現状はね、6、7かな？うん。なんだろう。3番さんに関してはね、クラウスはなかったんだよね、まあ、位置っていうのはあるけど。ちょっとね、聞いてみないとこれは分かりません。ですが、現状はね、6、7のどっちかから行こうと思ってます。はい、以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。どうですかね、マイクが近すぎてふごふご言ってないでしょうか。よく言われるんだよね、本当に申し訳です。またふごふご言ってたら教えてください。そうですね。いやー、聞こえ、大丈夫？ふぐふぐ言って。ね、よく言われる、鼻息もすごいって言われます。正直、これ6、7村で1、2、ローとかだったら、普通にきついから、一回やり直した方がいいんじゃないですかね。なんか、発言、一周目でね、発言精査でって、発言的に6、7って聞こえてないし、何にも伸びてないからこそ、前半位置にね、ローがいたときって、めちゃくちゃ叩きやすくなるし、普通に負けちゃうと思うんだよな。で2周目にめちゃくちゃ本当頑張ってほしいんだけれども、色落とすところが、6、7発言ないから、じゃあもう6、7でとしか叩かれてないんだよね。ごもっともすぎるからさ、黒要素として落とせないし、そしたらじゃあもう必然的に6、7ねってなっちゃう気がするんだよね。まあ、ホストさんに任せるけど、一回仕切り直した方が私はいいと思っている。まあ、そのまま続行するんだったらば、まあ、発言的にね、全然聞けてない6、7の意見を2週目聞くけれども、印象はあんまり良くないから6、7ってなっちゃいますね。はい。4番
のプレイヤーが発言します。ちょっと待って、やばすぎ。ごめん、さんまさん、ほんとごめん。ほんとごめんね。ごめんけど、全く持って治ってないんで。ごめん、ごめんけど、これ、もう、これじゃ言っちゃダメだね。ごめんね。ごめんね。悪いけど、真面目にやると、そうですね。真面目にやると、2番さん、1番さん、最初の進行論は良かったけどさ、結局この2人ってグレゴだぞ。いや、さんまさんのキャラ強すぎでしょ。ごめん、グレー考察さ、ゼロじゃんか、結局ね。結局ね。まっとうな考えを持ってる人だったら、7番さん、6番さんっていうのは、盤面考察上、順番的にめちゃめちゃ白いっていうのは、それも、それすらも言えないの、2番さん、1番さん。で、結局、霊能者の方が、結果を残せるっていう場面なのに、どこを釣りたい、どこを釣りたくないっていうのは、めちゃめちゃ今日言った方がいいんじゃないの。ちょっと、もうダメなの、3番さんって笑わせないの、本当に。で、まあ、真面目にやるけど、ね、だから2番さん1番ってのはめちゃめちゃ黒いです。うん、その6番さん7番さん、めっちゃ白くない盤面考察上。だって、ローだったら出た方が強いんだよ。で、しかも2人して釣り位置上げないのおかしいでしょ。釣り位置上げた方が村活性化するんだから。うん、最初進行のめっちゃいいなって思ったけど、結局グレー考察ゼロかよって。僕のグレー考察はそれです。なんで今日2番さんに行こうと思います。じゃあ5番さんどうぞ。5番のプレイヤーが発言します。はい、とりあえず5番さんと7番さんが笑いすぎてシックスパック陣営ということを発揮しました。今5分の3じゃん。あの人外が釣れる確率って。でも、強人どうでもいいから放置して、まだ強人を詰める番目じゃないから。そしたら5分の2じゃん。誰が狼だったら一番めんどくせえかなって考えたときは、1、2なのよ。そうだよね、発言的に。二軸だったら一番怖いよね。一軸だったら割と大丈夫だけど。というところで申し訳ないけど、2に行きたい。頑張って伸ばしてもらえたったら申し訳ないけど、もうみんな伸びてねえんだわ。寝かせないで綿棒で潰してるんだ、みんな。最低1時間は潰さないとな、酵母菌がな。うん。ってところで、はい。6番のプレイヤーが発言します。うん。だから、ね、1、2、3に確実に1浪いんのよ。うん。7次第でもう2浪とかいるから、前半1行った方がいいよ。うん。何なんだろうね、1番とか、2番とかそんな伸びてないで、釣り位置も上げないとか。3番のなんか、配送しようよって謎発言。わけわかんないんだけど、狼のために。もう1、2、3釣り切りでいいよ。で、8番が7裏になったら、俺村だから戦うわ。7が白なら1、2、3に2郎っていうつまんない試合になるから。戦うよ。うん。7次第だけど、まあ村で合わせて1番が2番釣ったら、まずランテージしたら。3番の発言がわけわかんないんだけど、本当に。狼がかわいそうだからなんだろうなんだって。村だったらかわいそうだって思うかな。あ、1、2、3、7の中に2郎いるよ。だから前半1は確率に1郎いるよ。うん。7番のプレイヤーが発言します。ありがとう、ありがとうじゃないから。うん。まず思ったのが、自分はグルーコース、自分グレー考察できてないけど、1、2っていうのは、この笑い状況の中、唯一考察できてんの、してんの、頑張って。なのに、釣り位置上げないって結構やばいと思うんだけど。1、2だったらさ、適当に6、7釣りをしとけばええやんけ。6なんてなんなら、最初の30、なんだろう、10秒間は、何も喋ってなくて、謎の、白秒だったけど、話してたやん、進行論。で、一番釣りやすいのってうちなんじゃないの ?SGH って。なのにもかかわらず、1、2っていうのは知らんけど、釣り押さないのに。本当に謎でしかない。ヘイトを向けられたくないのかなって思う。なんか、適当に1、2、3、釣っとけば勝つと思うんやけど。うん。だから、今日指定するは2。8番のプレイヤーが発言します。はい、はちゃん。さて、どうですよね。
7番さん、ハークモレてて、2番さんは一応6、7って上げてるんですね。7番さんの論で言うなら、いや、スイッチ上げてないのは1番さんですかね。まあ、そのハークモレがそれ、どっちなのかって感じですけどね。まあ、6番さんの言う論っていうのは、まあ、ごもっともですかね。まあ、初週と変わらず、2かな。けど、6、7釣りって言ったのもね、なんだ、発言精査でって言ってましたけど、発言してないですからね。6番さん、7番さんが仮に初週の段階でちょっと頑張って発言しててね、発言精査で6、7って言うならわかりますけど、あの内容で、あれだけ明言できるにっていうのは、やっぱり2週目に置いても臭くなってしまいましたかね。占うんだったら1になっちゃいますけどね、私はね。2行きます。9番のプレイヤーが発言します。いや、2番は俺白いと思ってますね。俺6、7ローかなっていうふうに思ってんだけどね。6番さんが7白出て、1、2、3。あ、6番は俺黒だと思ってますね。6番さんって7番に白が出るっていうことを知っていたっていう人物だったっていうことだった場合って、じゃあ1、2、3だねって。なんで7の色わかんのって話ね。だ結構6、7の線が濃いかなって思ってます。はい。な感じですかね。あんまり2番の黒要素ってないと思ってるし、2番って初週1、3あんのかなって言って、だから6、7も発言しないから釣り値6、7っていうふうにもちゃんと言ってたと思うし、だから全方向にしっかり発言っていうか精査していたなって思ったので、印象としてはいいんですよね。全プレイヤーの発言が終了しました。え、私が悪人ですって？もう怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、あなたは他のプレイヤーにより追放されました。うんうん。遺言を発表してください。まあ、ビッチミさんどこでもよかったんで、占い師の言う通り2番にした。うん、平和村だし、別にどうでもいいし。うん。5番が素村だったら2分1になるだけの展開。うん。それだけね。うん。まあ、いいんじゃない？スーパーレーノンがいるから。うん。ここで、俺 PP になってほしいわ。逆に、村つって。うん。こんなレーノンいたから、負けでボロクソに言いたいわ、反省会で。うん。うん、もう本当に、うん、吐き気を催すレベルで。うん。何考えれば6釣れんだろう。もう、信じらんない村だ。あ、まあでも勝ればいいけど、最後2V1 になるだけだから。最速 PP とか俺は、いいんじゃない？もう奇跡の霊能がいるから。うん、まあいいんじゃない？うん、PP になってほしいなって俺は思ってるわ。どっかで。うん、以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番のプレイヤーが発言します。まあさすがに無理だよね。安全策取ってくるよね。うーん、七白、あれ結果は、例結果は僕の画面だと、霊能の結果が落ちてないんだけどね。よくしろね。で、潜伏占いにしろね。初日後ね。一気に打とうね。新名がなくなった。一番最後。7番のプレイヤーが発言します。6が黒なわけないだろ、マジで。霊能師。しっかりしろよ、マジで。6、7のラインないだろ、これで6白って出てんなら。
わかりますよね。何なんですか、一番さんは。謎でしかないんですけど、本当に。釣り、あなたさ、せめてさ、占いムーブとかあるんじゃないですか、もし潜伏すんなら。釣り位置を明確に上げるとかさ。釣り位置も上げない占い師なんていらないと思うんですけど、本当に。わけわからんわ、本当。位置でいいんじゃないですか。もう、五万さんからの片白からも、もう、神明、失ってるんですから、一番さんっていうのは。理由はっきり説明してくださいよ、一番さん。して、潜伏占いにしろって、じゃあ2を占ったってこと？あのさ、初日5しろ出ててさ、なんで2日目さ、発言伸びてないうちを占うべきなんじゃないんですか、一番さん。2なんて1目線一番白なんじゃないんですか、一番さん目線2が。謎でしかないですね、これは。1でいいんじゃないですか？もうめんどくさい。あの、ヒロちゃん寝ちゃうんで、さっさと終わらせたいんですよ、このゲーム。次の試合行きましょう。霊能師さん、しっかりしてくださいよ。1行きますね。なんか4噛まれてるし。待って、4噛まれてんの受けんだけど。ああ、3番さんのふみふみってやつで笑われてるやつ。危険だ。1行きます。8番のプレイヤーが発言します。もう、狂気の村だね。さて、さてそうですね。もうね、あ、なんつうんでしょうね。4神でしょ？ 4 点とか打って。4点に行ってんですよね。これも1、2しか見えないですね。これでね、自身を終える村がいるのかなっていうところですかね。今日も1行ってくださいとしか言いようがないですね。あ、でも、あ、要は仮だから噛まれたんだね。そういうことか。3番さんでね、そんな狼っぽくないんだよな、発言的に。わかんないですけどね。まあ、占えば終わりなんで、今日は1行ってください。もうそれぐらいしかないですね。9番のプレイヤーが発言します。はい、1行きますね。まあ、そうっすね。あまり2俺黒くないなって思ってるんで、13かなーっていうふうに思ってますけど、自分は。で、5番さんが騎士 CO したけども、5強人なんですか？ 5 強人っすよね。5番が本当に騎士 CO だった時って、クロス護衛できるんですけどね。って思ったんで、5番さん強人で、もう1、2っていうよりか1、3なのかなとは思っていますけれども、まあわかんないっすね、しっかり。まあ、そうだね。まあ1、2、3釣り切ればいい、あ、1、2、3釣ってらんないね、5強人だから。まあ精査しますか、頑張って。以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい、潜伏占いの1番でした。そうですね。僕の目線ですね。しっかりと発言聞いてほしいんですが、8番さんが陣外で出てきて、ね、あの5番さんに白打って、初日の占い、まあ、初日初中1周目、ね、潜伏させていただいて2周目に出ようと思ったんですが、同じ5番さんが白出たので、5番さん釣られる心配もないから、とりあえず出ませんでしたね。で、そうだね。さっきの7番さんの意見として、これがね、人外だろうが何だろうが、5番さん初日、白出てるって言ったにもかかわらず、7番さんは、片白の5番って言ってるんですよ。ね。これ、確実に人外でしょうって感じですね。はい。どうします？ 8 番さんも切れてますし、まあ、2番さん、ね、僕も、5番さんもそうですけども、白出てるんですよ、確実に。なので、その、まあ、釣り位置に開くのはしょうがない。って自分が、怪しいムーブしてるのはしょうがないけども、きちんと7番さんの意見とか聞きました？出現してますからね。はい。無理ない行動してるのも申し訳ない、本当に。ただ、確実に8番さんが人外なのは間違いないです。5番さんが白なのか強なのかわかんないけれども、そこは分かってほしいかなっていうところですね。無理ない行動してるのは本当に申し訳ないけども、僕の目線ではもう、6、7で人外、ね、ローローなんじゃないかな、6、7じゃない、7、8で人外、ローローって感じですかね。はい。まあ、本当、無駄にない行動申し訳ない。2番
のプレイヤーが発言します。ここでフィーリング精査が入る。3番君は狼だね。富田。が、なんで僕はずっと8番さんから釣り押されてるのかわからない。本当に謎で仕方ない。5番さんの1日目の2週目の発言で、じゃあどこが狼だったら嫌だかって言ったら2番だから2番を釣るって言ったんだよ。あんだけ発言を俺は頑張って伸ばしていたのに、それで釣られるのかって思ったかな。隠しろだけどね。どうしよう。ちょっとね。まあ、いっか。なんか早く終わらせるために一番行く。清山さんも言ってるし。終わんのかわかんないけど。ちょっと、まあ、適当に入れるわ。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。真面目に考察をするのであれば、まあ、一の偽は硬いんじゃないかなっていうふうに思っているよ。まあ、潜伏の理由を分からなくはないけれども、1周目、2周目ってあんまり占い師っぽくはないと思っている。あと、6番さんに対して狼がかわいそうだからじゃなくて、あなたたちが発言伸びなさすぎてね。これで1、2、ローだったらば、辛いからもうこんなぐちゃぐちゃだったら敗走にしようやって言ってるだけなんだよね。っていうのをマジレスを返しておく。で、これ1、2、ローだったらマジで弱いと思ってるよ、狼は。しかも、もう2番さんも1キルしかないよね。そうっすね。いや、1、2、ローって弱すぎん？潜伏もうずっと決めて、で、しかも、1ってもう、あからさまに釣られに来てるし、なんか。あと、1個言っときます。4番さん、なんか、めっちゃ私の鼻息、笑ってて、笑い声がキモかったんで、噛みました。以上っす。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、1番の遺言を発表してください。そうですね。この時点で僕が出てくるっていうのが、ムラリないっていうというか、人狼だとしたらまずありえないっていうのを分かってもらいたいかな。人狼がこんなことしますかねっていう。特に2番さんにヘイトが向いてる状況で、僕が出てきて僕が釣り位置に上がるメリットありますっていうところですね。しっかりと見てほしかったな、で、これで今日9番さん噛まれちゃうから俺の色もわかんないんでしょ。3番さんがなんか意味わかんなくて噛みましたとか言ってるけど強靭なんじゃねえのって感じだからね。まあ俺が占った、まあ初日ランダムの5番さんと2日目に占った2番さんはしっかりと意見を合わせていかないとダメなんじゃないかなと思いますよ。はい。でもこれ強靭いたら終わっちゃうんじゃないかなって感じですけどね。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は
1名の方が亡くなりました。2番のプレイヤーが発言します。はい、まあ多分 PP だと思うからきっと。はい。3番のプレイヤーが発言します。いやー、7番さんもなんか私の鼻息めっちゃ爆笑してたんで、私的には7釣りっすかね。5番のプレイヤーが発言します。と1番さんに言っとくと、あの打ち方、あの1日目完全に潜伏で2日目から出るんだったら、なんか例えばだけどね、こういう感じで打った方がいいよ、一発で。あんなもう慌てて、しかも初日がアートだったじゃん。慌てて初日もほとんど思い出して打ってきたというふうにしか僕はもう見えなかったし、芯を追えないよ、裏目線あんなの。ということで次につなげてください。もうめんどくさいんで、もう8芯でいきますよ。もう僕はニクロなんすよね。いいっすよね、ニクロで。はい、まあ、5番さん本気で狼でそれ言ってたら好きだわ。でも俺スピーカーだからマジ鼻息は聞こえなかったけどな、特に邪魔とかも。うん。はい、回します。7番のプレイヤーが発言します。よいしょ。はい、聞こえますか？イヤホンつけ直しました。私、あの、今回初めてイヤホンつけて人狼するんですけど、イヤホンつけるからこそ3番さんの鼻息聞こえたって。じゃあ最初から話しますね。私、3番さんの鼻息うるさいんで3番さん行こうかなって言ったんですけど、3番さん、ご主人さんは2じゃないですよ。鼻息うるさいんで3行きますっていうのは嘘で、まあ2行きます。8番。のプレイヤーが発言します。はい、8番立てそうです。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。